芸能界きってのイクメンとされる鶴野武さん。5人の子供の父親であり、育児にとても積極的なエピソードがたくさんあります。最近では男性が育児に参加することも増えてきましたが、まだまだ少ないのも事実。全国のお父さんはぜひ今回ご紹介する鶴野さんのエピソードを見てみましょう。奥様との出会い。奥様は元スタイリストで、二人は2003年に結婚するのですが、実は一度鶴野さんは振られているのです。奥様に一目惚れした鶴野さんは、出会ったその日のうちに食事に誘い、その日に告白したそうです。しかしその時お付き合いをしている方がいた奥様は断りしています。断られながらも諦められなかった鶴野さんは猛アタックを続けました。その結果お付き合いすることになったそうです。そして交際からわずか3ヶ月というスピード婚を果たしました。当初すでに奥様が妊娠していたため、結婚式は挙げずに月日が経ってから挙げています。鶴野さんは奥様を綺麗だとたびたび話しており、昔よりも今の方が好きと断言するほど。またあるバラエティ番組に出演の事前取材にて、妻にぜひ否定をしてほしいと回答していたことも、鶴野さん曰く否定するほど綺麗でいてほしいという意味なのだそうです。万が一否定された場合は興奮しますねとも発言しています。他にも携帯電話の待ち受け画面が奥様とのツーショットであることや、奥様の洋服の匂いを嗅ぐことが大好きなことも紹介されています。一連のお話に共演していたダウンタウンの松本人志さんは、ただの愛妻家ではないド変態と言い放つのでした。またインタビューでイクメンについて触れられると、鶴野さんは自身のことをイクメンではなく億メンだと公言しており、子供ではなく奥様を第一に優先するそうです。鶴野武さんが奥様を本当に大切に思い愛しているということは間違いないようですね。育児休暇。鶴野武さんがイクメンだというイメージを強く押し上げたのが育休宣言をしたことでしょう。2009年という人気絶頂の時にいきなり育児休暇を取りますと宣言しました。この頃の鶴野さんといえば、バラエティ番組クイズヘキサゴンで大人気になり、ヘキサゴンから始まったユニット羞恥心が大ヒット。とにかく忙しい時期だったのは間違いありません。そんな時鶴野さんはベストファーザー賞を受賞したのですが、その受賞式の場でいきなり育児休暇取得宣言をしたのです。しかも鶴野さん、この時は事務所にも相談せず育児休暇を取得すると宣言してしまったそうです。理由は相談すると反対されるから。この宣言に対し周りからは戻ってくるところないよなどと言われたとのこと。2009年頃は男性が育児休暇を取ることなどほとんどありませんでした。そもそも男性が取れるものではなく女性のための制度というイメージが強かった時代だったと思います。率先して育児休暇を取得したことで育メンのイメージが強くなった鶴野さんですが、ご本人曰く育メンじゃなかったから育児休暇を取ったとのこと。鶴野さんは4人目、そして5人目の時の計2回育児休暇を取得しています。主婦の気持ち。鶴野さんは育児休暇中、子守以外の全ての家事を引き受けていたそうです。朝は5時半に起きて、小中学生の子供たちのお弁当と全員の朝ごはん作り、娘さんたちの髪の毛を縛り、学校に送り出したら家事を行い、子供たちが帰れば習い事への送り迎え、もちろん夕飯の支度と片付けもしていました。最初のうちは新鮮で、早起きも食事の支度も楽しかったそうですが、週間ほど経つ頃にはきついと思うようになったそうです。毎日同じことを繰り返していて、一日がとても短く感じ、何より誰にも評価されないことが辛かったとのこと。外で仕事をしていれば誰かにお疲れ様、よかったよなどと評価してもらえますが、主婦の仕事は誰も褒めてくれないことを痛感したそうです。今までは主婦がお弁当の写真を SNS に投稿する理由がわからなかったものの、自分が育児休暇を取って主婦の仕事を代わりにやるようになってから、その気持ちがわかるようになったのだとか。主婦の仕事は誰にも褒めてもらえず、誰にも認めてもらえず、感謝されることもありません。だからこそ SNS に投稿して評価してもらいたいのでしょう。鶴野さん自身も
育児休暇中は作ったお弁当の写真を SNS によく投稿していました。イクメンという言葉、鶴野武さん曰く、自分がイクメンと呼ばれることはもちろん、イクメンという言葉そのものにも不満や違和感を覚えているそうです。イクメンと呼ばれたくて育児をしているわけじゃない、父親として当たり前のことをしているだけと語っています。イクメンという言葉は、育児は女性が中心になってやるものという固定概念があるからこそ生まれた言葉と考えられます。男性が積極的に育児をすればイクメンと囃し立てられるものの、女性が育児をしても世間は何も言いません。むしろパートナーがイクメンだと育児をサボれていいよねなんて言う人もいるとされます。イクメンという言葉があるからこそ、男性が育児に参加することが特別視されているのかもしれません。いつの日かイクメンという言葉がいい意味で死語になるといいかもしれませんね。塾通い、鶴野武さんはクイズヘキサゴンでおバカキャラとしてブレイクしました。ヘキサゴンでは漢字や英単語は読めないし書けない、計算もできないというおバカっぷりを発揮していました。そんな鶴野さんですが、長男が中学生の頃に塾に通うことになった際、子供にだけ勉強しろとは言えないとして子供と一緒に塾に通ったそうです。よく子供からの不満として大人は口だけというのをよく聞きますが、鶴野さんはそうなるのが嫌だったのでしょう。一緒に勉強することで分かり合えることもあるはずです。また近年のご時世によって外出自粛が求められ、学校が休校になった時には子供と一緒に塾の授業動画を見て勉強していたそうです。ヘキサゴン時代のおバカキャラの面影はもう一切残っていないでしょう。家族サービス、鶴野さんは家族サービスも忘れません。芸能人という不規則な生活になりがちな仕事をしているにもかかわらず、家族のことを第一に考えている鶴野さん。毎年ゴールデンウィークにはディズニー行き、同じ公園の同じ場所で子供たちの鯉のぼり写真を撮っていました。しかし2020年は世界情勢によって外出自粛が求められていたため、伊豆ではなく自宅前の空き地で撮影。長男は留学中のためいませんでしたが、毎年家族で思い出作りをしているところも本当にいいお父さんという感じがします。家族でいろいろなところに遊びに行ったり登山をしたりなど、家族と過ごす時間を何よりも大切にしている鶴野さん。 SNS も子供との写真ばかりですし、子供が好きなこと、そして家族を大切にしていることがあらゆるところから伝わってきますね。鶴野武さんのイクメンエピソードを紹介しました。芸能界きってのイクメンとして知られていますが、自身はイクメンと呼ばれることに違和感を覚えているとのこと。これにはとても考えさせられました。子煩悩で育児にも積極的に関わり、理想の父親といっても過言ではない鶴野さん。今後も子育て、そして仕事に邁進していく姿を応援していきたいと思います。